こんばんは。それでは今夜もゴーストオブ対馬、前回の続きからやっていきましょう。前回はユナの後を追いかけてるところでした。ここにいた百姓の方をなんか助け出しましたね。でちょっと剣の稽古していいですか。始める前に素振りを。待って。なんかあれですね。このバツボタンのジャンプの最中こうやることジャンプ切りできますね。でジャンプして三角を押すことで蹴りができますね。かわしてかわしてジャンプキック、かわしてかわしてジャンプ切り、いいですね。これ使えるかもしれない。早速実践でユナ殿素振り完了です。100本。え、待って、来たね。カメラを合わせて、さあ早速行くぜ。ジャンプキック、あれ、ジャンプでもなんかうまくいかなかった。やはりまだまだ修練が必要だ。馬屋でユナと話せ。浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい。馬を選べた。お、鞘に収める剣を。どの馬でもいいんですか。R2 で馬を選ぶ。白い馬。黒がいいな。これ黒。黒。これは？まだら？黒の馬にしよう。お主じゃ。どうどう。似合ってる。名をつけねばな。似合ってる。ありがとう。名をつける。真、空、影、影。どうしよう。信ずるか空のような。ここは名馬絶影から一文字いただき影にしましょう。闇か。あー、いっす。はい、対馬を旅してるのか馬で。どこに行くのかな。これ金田城ではないんですね。金田の木。金田の木。地頭は城の中だね。金田の木っていうんだ。馬で到着。確かなんか馬を呼ぶってありましたよね。馬を呼ぶ左か。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入り、ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。さすが神殿。待ってもらうか。ここで倒れてるのは、ああ味方の武士だ。落城したんだな。行くぞ。一騎打ち。敵陣に近づくと一騎打ちを申し込むことができる。三角を長押しして切られる直前に話せば人たち。
木村殿を返してもらうぞ。長押し。話す。居合人たちですね。ジャンプキック。あれ？体力が少ない。ああ、しまった。うわーうわ、蹴られて。うわ、2回蹴られて。うわ、3回蹴られて。別の奴が来て、喉を、うわぁ、なんというひどい夢を見たんだ。こんなことする？防御をちゃんと使わないといけないな。初心者。まず人たち。後ろにいる。もう一回防御を崩してとどめを刺す。そう申したであろう。ん？爆発？門が開いた。来たぞ。月も使いたい。お、槍持ちだ。あー敵の方が、あっと、おーやるね。一人。あ、ごめん、ユナさん。体力ちょっと減った。回復しておく、遠慮なく。ん？まずは今日だ。撃ち取ったぞ。敵はイズグじゃ。あー、結構いるな。3名。おー、弓でやってくれた。いや。防御を崩す。ジャンプ。押して。待て。あーっと。防御を忘れないようにしないと。この相手は防御で受けますね。防御だけで。もう一人来た。待て、どこ行った？お、ユナさん。そこで戦ってます。体力を回復しておく。また来た。待て、これ、何なの？敵の火矢。あれ？ユナさんが、ああ、また来た。槍持ち、倒してくれた。これ以上は無理だ。お主は、戻れ。一人で。逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたら、すぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。やっぱここは私もついていくとかならないんですね。よし、安心安全のまず防御で、そして盾持ち。ついた。三角で、あ、崩せてない。崩せた。もう一人来たな。左の、もう一人じゃない。ああ、お、これ、うわー難しい。ああ、今宵はひどい夢ばかり見る。一対一だったらなんとかなるけど。これ、槍持ちどうするの？槍から倒そう。槍から倒したい。一回。あ、うわぁ。槍で仕留められた。
何度も洗礼を受けてますね。まだ負けることで成長していきましょう。どうやって勝てるんだろうこいつらに。よし、まず一人倒せた。こうなったらいける。槍持ちから倒せばいいみたいですね。向こう何があるんだろう。スプリントは押し込み。なんかある。おいおい、倒せた、倒せたようだ。スプリントがちょっと難しいな。このキック使いこなしたいな。お、こいつら2回攻撃してくる。できた。よし、このキックもまた稽古が必要ですね。常に修練を怠らず前に進もう。矢の回避、猛虎の射手は矢を射る前に大声で合図して戦闘中の仲間に頭を下げさせる。承知しました。まず盾持ち、もう一丁。何？ L プラス丸、これだ。よーし、 OK、 よーし、 OK。 射手はあれか、近接武器持ってないっすか。さあ行くぞ。相手4名一騎打ち。この一騎打ちいいっすね。参る。おお、ちょっと今危なかったような気がする。すごいコントローラーが震える。負けるわけにはいかん。しっかり間合いを取って、まず君、一人危ね。撃った後から気になる。さあ、離脱。防御、防御、盾を崩す。切り捨てごめん。ちょっとだけ稽古の成果が。おっと、叫ぶ陣。出てきた因縁のコトゥーハン。堺陣、地頭である志村殿の甥だ。血のりを拭った。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。お、叔父上は志村から大丈夫だった。俺のことは聞いておるぞ。切られてもいない、傷もないように見受ける、見受けられる。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。ちん。さあどうする、堺陣。また一騎打ち？
橋の上、金田の木の前。マジか、その獲物。おっと、お、つばぜり合い。今だ、またつばぜり合い。お、なになに、あ、うわ、無理だ。やめよ、くだれ。いともたやすく平和が戻るとおじに見せてやれ。死にたくはなかろう。おお、ジン、くだらない、あ、おお、くだらないとこが端から落とされた。しかしなぜコトゥーハーンは総大将の志村殿と酒井仁を助けようとするんでしょうか。足立殿をあんなに簡単に切ったのに、これは手を貸さんか。親父殿、誰かに蹴られたのか、父上は。誰だろう。また幼い頃の記憶に、ユリさんが案内してくれるようだ。お父さんの鎧。何を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母父の葬儀、鳥となり見守ってくださいます。おじ上は、ご本人がお伝えくださいましょう。助かった。お父さんもお母さんも亡くなったのか。立派なお家。ありがとう、ユリ殿。いざ参る。の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。誰が言った？マサコ。貴殿は見間違いでなければ足立殿ではなかろうか。この白装束。一礼をしておく。貴殿は普通の侍。皆が一礼をする。父上が亡くなったことを皆悲しんでくれているようだ。この白装束、お主かなりの目力があるが、どなたでござろうか。お経が唱えられている。おお、父上。すべて私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。
奴の魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよ。今日は父に別れを告げろ。本当に優しいお叔父上だったんですね。さっきの何とも言えない表情、ジンを思いやる表情、そして橋の上から落ちたジン、無事だったか。海のそばの橋だったんだな。ジン殿、風が風の流れを追え、父上が導いてくれているのか。カニが歩いてる、白い砂浜、ちょっとだけ海見ていいですか。ちょっとだけ。ああ、天気はちょっと残念だが、先ほど激戦があった金田の木、ユナは大丈夫かな。ああ、癒される。うわ、結構高い波が来る。元の場所に戻れ。お、え、泳げる、泳げるの。泳ぐこともできるか。海を眺めてパワー回復。風の導くままに行こうぞ。風はあちらに吹いておる。方角は分からぬが、スプリント。今度は綺麗な草むら、鹿がおる。父上、当たってござるか。これ優奈殿はどこ？いた。ジェン、どうだった？志村殿を見つけ、お助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、
返り討ちに遭うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい。隠れなきゃ。R3 でかがむ。ユナと共に茂みに隠れろ。すごい騎兵の数だ。侍。あんたを探してるんだ。ここは金田の木。主の元に戻るようしつけてある。よし、左で馬を呼ぶ。しかしユナさんもいろんなことを経験してきた女性のようですね。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様。ここで二手に分かれて、神殿はどこに行くんでしょう。いや、綺麗な花畑かススキか駆け抜けていって、草原を馬で駆けていく神。これが対馬の風景。ああ、触りたくなるよね。今から物語の始まりか。これから始まるのか。動かせる。かっこいい。かっこいい森の段、志村救出。保存中。対馬を探索、地図と状況を確認できる、オプションで確認。対馬国。対馬をめぐって未踏の地を見つけろ。これが物語。武士の本懐、ユナは弟のタカを探している。タカは鍛冶屋で猛虎に捕らわれているらしい。物語を完了して、クロードの噂が広がれば新たな素材や能力が手に入る。クロードの噂が広まると新たな技を得得できる。いや、こういうの本当ワクワクしてきますね。次の目的地を選べば風が誘ってくれる。石川先生、なぜか駒田浜の戦いには参加されなかった。もし。お、弓術。弓術。闇討ち。では、まず弓術にしようか。石川先生。宿で石川のことを尋ねる。風の、あ、しまった。なんて書いてた。スワイプ。風を呼ぶ、抜刀の音笛。
笛これ降りるのはどうやるんだろう。これ何、お、抜刀の音できます。おお、抜刀ノート笛っていうのは、いい腕前でござった。心現れるようでしたぞ。あと一個あったな。これは何？下は。一礼。これ面白いな。